お前何バクソと絡むの？早いね。やめた方がいいよ。ちょっとサメちゃん、その前に聞いて。なになになに？養分が、うん、うちの枠に通常コメントしたやつ全部ブロックプラス、うん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 、今金梅さんに電話して、うん、もうミュウツーと同じ系にするって言って、もう俺を干そうとしてるんだよ。あ、ゼロワン外しってこと？そう、それね、サメちゃんも多分言われると思うよ。うん、いや、言われないでしょ。だって俺、小峠と連絡先交換してない。いや、バエさん経由で、うん、なんかもう、はその、ふわっち配信者全体で俺をハブるっていうことを、養分が動き、あのね、ゼロワンに言っておく、うん、俺、そういうの興味ねえから。あ、ありがとう、サメちゃん。だから例えば、あのね、バエさんとか、ね、養分が、うん、ゼロワンを無視とか、そういうふうにしても、うん、俺別に、あの徒党組んでるわけじゃないから、俺別に金梅とか小峠と問題があったゼロワンとあったとしても、うん、俺とゼロワンには問題ないじゃん、うん、それ持ってこられるの俺すげえうぜえから。ありがとう。俺は別になんともないよ、うん、だってゼロワン引っ越しのね作業手伝ってくれたし、うん、楽しくコラボできたからさ、はい、だから俺別に何どんな話持ってこられても別にみんながどうしようか勝手だけど、うん、俺別にあのゼロワンのこと嫌いじゃないし、つかなんだかんだミュウツーバンニーを追い込めてよかったね、サメちゃん。いや、よかったよ ね。もうあれはあれでいいんじゃないの、うん、みんな笑えたし、うん、最終的に、うん、よかったよ。もう疲れちゃったしね、警察署行きたくなかったし、うん、そうだね。これ被害届出しとか言ったらさ、警察署行ってさ4時間とかでしょ、うん、もう正直もう寝たかったから、うん、まああれはあれでよかったんじゃないの。俺もうん、養分にもバエさんにも捨てられたから、もうサメちゃんについていくわ、うん。俺は別にもうゼロワンと別に何のあれも因縁もないから、うん、ね、ゼロワンがまた神奈川来るって言ったらさ、うん、ね、俺ん家に泊めてもいいし、サメちゃんもおいでよ名古屋ね、よかったら。あ、そうだね。だから俺はね、うん、そういう別に小峠がね、ゼロワンと何かあった場合さんが小峠に言われて、じゃあゼロワン外すって言っても、うん、だから何って話。俺は本当うん、で俺まあなんかそういうのってさ、学生時代で終わってない、うん、それをね、まだやってるんだよね、うん、正直俺もう34なんだよ、ね、うん、例えば15歳とかだったらさ、分かるよ、うん、ゼロワンがね、なんかちょっと仲良しグループから外そうぜ、あ、分かった分かったみたいになるけど、うん、俺もう34で、うん、そんなんなんかさ、え、まあ別に絡まなきゃいいとは思うけど、うん、それを人に強要するってのは違うじゃん。本当だね。俺別にそれ言われたって、まあ別にね、考え方は人それぞれだから、うん、でそれで俺別に外されても別に痛くもかゆくないから。養分は今まで自分のリスナーやってても、うん、たまたま俺の枠でさっきコメントしてるだけで、はいはい、ブロックしてもうゴミって言うんだよ、いらないって。だそう、寂しい人間なんじゃない多分。うん、だってさ、ね、例えば小峠がそういうことを言ったとしても、うん、ゼロワンは言うなよ絶対ね、うん、別に誰の配信見てもいいしって、うん、誰に相手も投げてもいい、それはあなたの、うん、ね、考え方なんだから、それは尊重するしっていう姿勢を貫きなさい。俺逆にバエさんに養分1年無視しようって言われてたんだけど、うん、でも俺は養分とコラボしたいからスロットでも行こうって言ってたら、うんうんうん、なんか急になんか俺にへい、そうなんだ、やりだしたんだよ養分がね。まあ、だから結局さ、そのなんていうの、養分からすればゼロワンが脅威なんだよ。あ、例えばさ、うん、俺別にミュウツーに対して眼中にないから、うん、あいつがどんなに外でわめいたって俺な、もう無視しようって言ったじゃん、うん、あ、別にもう やっときゃ周りの人が警察呼んで終わるんだから、別に俺のとこに来なきゃ来ないでいいじゃんみたいな、うん、みんなで話そうよみたいな姿勢を貫いたでしょ。それはなぜかって言ったら、うん、ミュウツーは俺から見て眼中にないから、うん、相手になんないから、うん、で、網戸、あいつは網戸開けちゃったから警察呼んだだけで、うん、でもかといって別に被害届出すつもりもなかったし、うん、めんどくせえし、うん、あ、じゃあまあそれはそれでいいやと、うん、っていう話でも流れたじゃん、うん、でも養分からすればゼロワンっていうのは、例えば、あ、じゃあゼロワンの放送でコメントしたやつブロックするなって裏を返せばさ、うん、ゼロワンの放送を監視してるわけだよ。そうです、めちゃくちゃ詳しいんですよ。ずっと見てるわけだよ、いつも見てるんだよ。そう、っていうことは養分の方が下なんだよ。別に、あ、ゼロワンが言ってることなんだ、別に無視すりゃいいよ別にみたいな、うん、ね、俺のリスナーは俺だけ信じてよみたいな、うん、そういう立ち位置だったら余裕じゃん。そうです、ね、向こうは切羽詰まってんじゃない多分。なんか前回のイベント僕あの、うんうん、1位になれて応援してもらって、で、うんうん、養分が7位だったんですよ、うん、あ、もう全然相手になんないね。で次の日からもうおかしいんですよね、うん、なんか
まあね、まあ悔しいんでしょ、きっと負けたのも。うん、まあほら、ゼロは今数字持ってる。いや、全然かそってるんですけど、一、ね、人だと。もう小峠も小峠で優しいやつなんだけど、うん、別にだそこで、だから例えばゼロワンが嫌いだったら自分がコラボしないで、別にバイさんがゼロワンとコラボしようが、うん、じゃあ俺は行かないよっていう姿勢を貫いてはいいのに。あ、今ミラーしてるらしいですよ、サメちゃん。うん、あ、ミラーはね、通報すればいい。なんかずっとミラーしてるらしいですよ。だからそれってさ、逆に言えばミューツー立ち位置じゃん。俺は4番ってもっと余裕のある人間だと思ってたし、うん、ね、ドンと構えてる人間だと思ったけど、そんなんで、ね、ゼロワンの放送をミラーしたって、うん、じゃあ養分のリスナーからすれば、うん、いや別にゼロワンに興味ないんですけど、あ、NG で鮫島ごときが何もできないって言ってるらしいですよ、養分。別に俺何もしない、俺別に養分とも別に喧嘩してないし、ゼロワンとも喧嘩してないし、はい、別にね、みんなで会ったらね、それは楽しくやろうっていう考え、俺はそういうスタンスだから、うん、別に何もする気ないしね、養分は養分で好きだし、でもゼロワンゼロワンで好きだから、うんうん、どっちか取ってって言われても俺はどっちも取んないよ、うん、だってそういう話じゃないじゃん。まあそうだね。じゃあ別に俺が養分といる時はゼロワン来なきゃいいし、うん、じゃあ俺がゼロワンといる時は養分来なきゃいいだけの話で、うん、そういうのって本当うざくない。例えば女でもさ、うん、ね、例えば他の女の子と連絡しないでとか言われるのすごい嫌いなの。そう、それをやってるんだよ、養分が、バエさんに。そう、もう束縛じゃん、それって。で、僕にとってやっぱバエさんっていうのは憧れの存在っていうのを知ってて余計やるんだよ。だから結局、まあバエさんも悪いんだよ。だそこで、いや別に俺はゼロワンのこと嫌いじゃないし、うん、ね、お前と何、ね、こういうことがあって、まあ、分かるけども、うん、俺は別にみんなと仲良くやりたいっていうスタンスを取らない場合が悪い、一番、うん、まあ、分かった分かった、じゃあゼロワン無視しようとか、ね、おいゼロワン小峠1ヶ月無視しようぜとか言っちゃう人間が、うん、なんで上なのって話じゃん、うん、上だったらさ、もううるせえよって、うん、お前ら仲良くしろよで終わりじゃん、うん、そうですよね、うん、別にね、うん、俺のお前ら言っちゃえば俺のまあ弟子みたいなもんなんだから、うん、ね、別に2人で仲良くしなくてもいいけど、俺がいる前では喧嘩するんだと。多分バエさんは普通に絡んでくれるっすね、うん、多分そうやって電話、まあ、絶対絡むよ、うん、あの人は電話中にそうやってなだめるように伊藤の話を聞くだけで、うん、多分、うん、何が原因なの、その結局。いやあのイベントですね。イベントなの、はい、なんか、はい、うん、実力不足なだけなんじゃない、自分の。結局だ、ゼロワンが今回1位取ったっていうのはゼロワンの実力であり、リスナーの実力なんだよ。つまりゼロワンは成長したんだよ、はい、でイベントで1位取れるまでリスナーも強くなったし、ゼロワン自身もそこまで頑張れる、そういう根性が身についたわけだよ、はい、でじゃあ小峠っていうのは言っちゃえば7位で終わったのは所詮7位なんだよ、うん、うん、2位でも3位でもなくて7位っていうのはあいつの実力でありリスナーの実力、うん、別に俺はゼロワンがね、小峠に何言われてもお前は小峠を悪く言わない方がいいと思う。相手は相手、自分は自分だから、はい、相手が例えばね、ゼロワンになんか刃物を向けてきても、はい、ゼロワンは余裕でいなさい、はい、それにリスナーはついていくから、はい、あなたが必死になったらリスナーが一番かわいそうだろうね。そうですね、うん、あなたを応援してるリスナーがちょっとまたバイさんに電話してるらしいですよ。だからしょうがないよ、あの人は。もう俺小峠もっと余裕ある人間だなと思ったけど、うん、なんかね必死だよね。なんであんな必死になるんだろう。わかんない、俺最近ほら見てなかったから。19日ですよね、うん、そうそうそう、もうすぐ早く復活してくださいよ、鮫島さん、うん、もうね、ゼロワンは本当ね、楽しくユーノとコラボできたから、はい、本当ね、初めて会ってさ、ユーノもほとんど上野公園で会ったことあるけど、話したもう挨拶ぐらいしかしてなかったから、はい、まあね、ほんと可愛いやつで楽しかったです。楽しかった、はい、でね、またああいう、ね、うん、機会があったらね、ぜひね、はい、もちろん俺も参加したいし、はい、でだから俺は別に、例えば俺がバエさんとかに言われても、うん、まあ別にバエさんとか小峠がどういう態度を取ってもいいけど、うん、それを俺に持ってこないけど、うん、大人だな。それは俺に言われても、俺別にゼロワンに恨みも何もないしって、はい、むしろ好きだから、はい、うん、別に。じゃあ逆になんでそんなことしなきゃいけないの、俺なんかそれやって見返りあるのって話になるじゃん。そうですね、ね、ゼロワン無視することによって俺に見返りがあるんだったら分かんないけど、話は、うん、ただゼロワン無視しようぜって言ってもゼロワンと楽しくコラボやった方が見返りがあるんだから、うん、ごめんなさい、そういうやらないことには参加しませんと。それで俺をハブるんだったら別に構わないし、それで全然、はい、わかりました、うん、そうか、養分そんな感じなんだ、今荒れてんだ。今荒れてるんですよね、うん、
何そのイベントって何位までが入賞？5位までです。あ、じゃあもう入賞できなかったんだ、うん、でもいいじゃんね、金もらえたんだからね。ね、そうです。入賞しないで金もらえたって。うちのリスナーが花火1000発投げたら許してあげるとか言ってるんですよ。うん、そんな相手すんなよ、はい、なんでそんな恐喝撮影そんなの、はい、ね、ね、例えば分かるよ、駐車違反して金梅さんも養分蹴ったらしいですよ。まあそりゃ蹴るでしょ、だめんどくさいもん。自分たちの事は当事者で解決してほしいし、はい、ね、俺別にゼロワンが小峠と喧嘩してるって聞いても俺関係ないから、はい、うん、別にゼロワンはゼロワンだしね。金梅さんもそういう感じで、うん、養分蹴ったらしいですよ。そりゃ蹴るでしょ、俺だって別に悪いけど、養分はまだ俺何も聞いてないけど、ゼロワンの言い分聞いてね、はい、うん、あ、じゃあゼロワン悪いやつだなとは思わないし、いいじゃんそんなんだ、コラボとかしなきゃいいだけの話なんだから、はい、別にブロックして終わりでしょって話じゃん。俺はそれなりにゼロワンのとこにコメントしたやつ全員ブロック、はい、すればいいじゃん別に、はい、別にすればいいじゃん別にね。だからって別にゼロワンのとこにコメントしづらい空気にはなんないと思うから。別にサルタってね、はい、別に養分の放送見ないしって人の方が多いから。でそんな配信者がナイスイベント1位なんすよ、養分。まあそれはまあな、それはまあほら仕方ないな、これはな、うん、なんであんなガキなんだろう。まあわかんねえ、なんかいきなり変わったよね。あいつもっと大人かなと思ったんだけど、なんか最近慌ててるんすね、うん、なんか行き急いで、あれじゃない、あのガチ恋がうんぬんの LINE ばらされたのが痛かったんじゃない。あ、要するに、わかんないよ、俺の見立てでは色恋してて、例えば本当にごく一部の人間にしかそういうことやってない、でもめくれて離れてったとか、はい、その女の子たちが、はい、まあそれは痛手だよね。まあ、うん、ゼロワンとか恨む理由にはなるよね、同期には。ミータソちゃんと付き合ってるのがバレちゃったっていうのやっぱり、だからそのなんかちょっとキープしといた女がみんな離れてったとか、はいはいはい、それは可能性的には動機にはなるよね 100% 、はい、かなりの動機になるよ。あ、でもそんな相手すんだよ別に、うん、本当ね、お前どんと構えてりゃいいんだよ別に。で金梅さんも同じように擁護してるらしいですよ、うん、僕は。だって別にゼロは悪くないでしょ、だってイベントで1位取ったのがリスナーさんの応援のおかげなわけじゃん。そうですね、そんなてめえの、ね、リスナーがしょぼいだけじゃん、言っちゃえば。はい、ね、ゼロワンのリスナーが頑張ったから1位取れたんでしょ、はい、それはゼロワンが築き上げたものであって、はい、養分が築き上げられなかったものなんだよ。だったら次回のイベントでじゃあ俺負けないわと、ね、じゃあ俺もゼロワンには負けたくないから応援お願いねっていいじゃん。そうです、ね、今回悔しいけどって、うんうん、そこでもうミュウツーと一緒だよ、だからやってることが。あ、んだミラーすればいいみたいな。あ、ミラーしたってもうさ別にね、リスナーからすればそんな見たくも聞きたくもないのよ。でも明日はミータとちゃんとコラボとか、なんか破滅の道を進んでいくんですよね、うん、まあ結局やりちんだからしょうがないでしょ。あ、だってまあこの名前を出したらまたね、あのバン延長になるかもしれないけど、あのラガーマン、あ、はいはい、あいつともやってるもん。ああ、福島の時に、そう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 、あの、あ、福島で郡山で俺を下ろして、あ、和製ちゃんともやってるんだ。やってるやってる、 100% やってるよ、絶対やってるよ。だってすごかったもん、養分。あ、俺あの子好きになっちゃったとか言って、うわ、だから一緒に飲みに行こうよって言ったの、バエさんとやっちょと、はい、でラブホ泊まって、いや俺ね帰るからその時送るよみたいなこと言ったら、はい、いや俺あいつ好きになったからとか言うから、なんでだよ、あんな嘘つきのこと好きになんじゃねえよっつって、うん、あんな演技だよ演技っつって、はっきり言ったもん。うわ、別にいいよね、あいつ金持ってながらさ、別に電車でも何でも帰れるよあいつっつって、隠さなきゃいいのに、養分もやったらやったって言いやいいのに。で結局だからそこなんだよ、色恋って。ああ、別にね、あ、俺はやりちんですと、ね、リスナー食いまくってますって言ったら別に何もないじゃん。そうそう、別、まあ、まあそれがね、うん、リスナーさんと別にね、あの、うん、まあなんつうの、公認の関係だったらさ別に好きにやりゃいいじゃん、うん、隠すから疲れるんだよね。そうそうそう、彼女もいないし別に自由だしね。そうそう、フリーだしね、うん、別にリスナーがいいと思ってんだったらさ、うん、別にオフパコし放題じゃん別にそんなの、うん、で隠すから余計みんながつつくわけじゃん。なんでってなるわけじゃん、うん、大っぴらにしてたら誰もつつかないよ。本当っすね、うん、まあちょっと僕もちょっと考えよう、養分も、うん、まあ考えない、もう付き合い方考えな、だから別にいいじゃん、はい、それだけの人間なんだから。そうですね。ところで爆走となんかコラボするんだって、なんか明日来るらしい。やめな、絶対やめな、絶対それはやめな、うん、絶対にやめな。
た方がいいですか。絶対にリスナーに聞いてみ、絶対にやめな。これは悪いけど、俺本当に別に、うん、あの小峠とかの問題は別にもう好きにしたらって話で終わるけど、はい、これだけは本当口を酸っぱく言わせてもらうよ、うん、やめな、やめな、本当に、はい、絶対に いいことは一個もないから。なんかもう約束しちゃったんですけど、いいな、もうブッチで、ブチで約束ならブッチでいいよな。もうリスナーの声聞いてみろよ、お前を応援してくれたリスナーがさ、正しいんだから、うん、だからその養分のブロック攻撃でもうタヌキしかいなくなっちゃって、うん、まあ怖いもんな。まあタヌキだったらブロックできないからな。はい、まあ、タヌキでやればいいんだよ、みんなのために。はい、うん、別にいいじゃん、養分にブロックされたって別に痛くもかゆくもねえで。いや僕もそうですね、うん、はい、まあ、いや絶対爆散やめな、本当に悪いことは言わねえから。本当にやましいことがなくてもですか。やましいことがなくて、やましいことがなくて、別にそんな、あの、いや別にもうご飯食べて別れますとかね、そういう問題じゃなくて、うん、絡む相手が絶対違う、やめた方がいい。ああ、あの女には別に、あの、もう本当やめた方がいい、はい、うん、もう本当に。他だったら別に誰もうみんなと絡んでいいと思うけど、はい、俺は、はい、あの女だけやめな、本当に、はい、俺もう付き合いなんだかんだ爆走と、もうね、爆走、年末に爆走を追いかけ回して、俺警察に注意されたけど、はい、3年ぐらい、はい、2年3年ぐらいの付き合いだけど、本当にやめた方がいいよ。あ、俺愛知県警に言われたもん、ね、うん、次ね、付きまとい行為やったら逮捕するぞって言われたから、1回しかやってませんよっつって、はいはい、でね、なんかリア突歓迎のなんかチャリ旅やったから、俺追いかけ回してたの、はい、めっちゃ怒られたよ俺。いやだから、リア突 OK って言ってんだから、はい、問題ないでしょっつったら、うん、もう愛知県来んなって言われたもん。ちょっと一回じゃあちょっと考えます、もう本当に。じゃあ、うん、考えた方がいいよ、はい、でまあもう小峠のことは無視しな、もう別に、はい、うん、別にもう、もう小峠がそんなん言っても俺は聞かないから、ね、あ、そうなんだ。僕もやっぱ友達だと思ってたから、まあね、まあね、急に、うん、切れないなと思って、養分さん お世話にもなってるし、そうだね、でもそうだね、その周りを巻き込んで僕を幅にしようっていうのはちょっと今残念ですね、うんうん、ちょっと違うね、なんか子供だよね、言ってることが、はい、なんでそんなになったんかな。いや、わかんないです。イベントなんかな、まあイベントまあ確かに重要だけど、多分、まあ、そのミータソちゃんと付き合ってるのがバレて、うんうんうん、一部のガチ恋勢がアイテムを投げなくなって7位になったんでしょうね、うんうん、それ自分が悪いんじゃんねそれ自分が悪い、自分の危機管理能力がなってないんでしょ、はい、別に、はい、だってね、別に配信者はさ、ね、あの仲間ではあるけどさ、味方ではないからね、はい、みんな足の引きずり合いやってんだから、はい、別にそんなやましいことなんだったらさ、別にもう韓国もツイン取って、うん、配信外、配信外でミータトちゃん呼んでたらしいですよ。え、何、一緒に行ったの？一緒には配信的には行ってないですけど、うん、別々に韓国で合流して、あ、そうなんだ、一緒のホテルに泊まったっていう、これ噂ですけど、うん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 、それはね、わざわざツインのホテルを取る必要ないじゃないですか。まあない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 、一人で行ったのに、一人だったら別にツインじゃなくていいわな、はい、シングルだわな、はい、ツインってことは、まあ、誰かがいるわな、で配信でコラボやってないってことは女だわなっていう風に言われてますね。誕生日プレゼントみたいだったらしいですね、ミータソちゃんの。その海外、あ、韓国旅行かってこと、はい、おー、で、まあ、楽しんでんじゃんね。ナイスをバエさんと応援に行って、うん、ナイス1位になって、うんうん、1000以上の差をひっくり返したんですよ、リラネコ相手に、うんうんうん、それで養分は、うん、じゃあ、うん、今回のお礼にみんなで沖縄に行こうって、うん、そこででっかいロブスターでもご馳走するよって、うん、って言ってたんですけど、うん、ナイス1位になった途端にもう沖縄も行かない、うん、俺一人で韓国行くわっつって韓国行ったんですよ。よくわかんねえな、どうけど、まあ付き合い長いけどそんな人間じゃなかったけどな、なんだろう。で、バエさんもうん、まあ、あの配信全くやらずに養分のナイスを協力してたんですけど、でも、もうナイス1位取った瞬間に、うん、もうお互いバチバチになっちゃって、
結局もうそのロブスターの話もなくなっちゃったんですよ。流れて、はい、うんうんうん、なんだろうね、まあ、まあ多分女だろうね、女の恨み、女のことで恨んでんでしょきっと。多分今まであのそういう暴露がないままうまく完璧にやってきたタイプなんで、確かに一つの暴露がやっぱよっぽど引きずってるんでしょうね。でもさ、よく考えてみて、その女にも言いたいんだけど、あのね、うん、なんていうの、利用されてることに早く気づいた方がいい、女、本当に。あー、ガチ恋勢が例えばさ、そのまあ、わかんない、陽君が言ったかわかんないけど、ね、君だけだよとかさ、ね、それは LINE で、そんな言葉、はい、みんなに言ってるに決まってんじゃん俺なんか言ったこと一回もない。三里ちゃんに、お前だけだよ、うん、あのプライベート LINE 教えてるのはっていうのはやり取りしてましたね。あー、だからそれ暴露されてから変わったよね、あいつね。はい、どうなんだろうね。俺はほらもう色恋とかもガチ恋も興味ないから俺は。あ、はいはいはい、だからもう一切合切、あのまず好きだよとかも言わないし、俺多分34年間で一回も見たことないんで、うん、女に。あ、別に言う必要ないと思ってるから俺、はいはいはい、なんか別に俺の態度見てりゃ分かんねえみたいな感じだから、はい、なんでそういうこと簡単に言うかね。うん、簡単だよ、あのそうやって騙すんだよ。あ、だから女はちょろいからね、本当にそんな一言でさまた開いて金まいちゃうんでしょ。あ、ちょろいもんじゃん。はいはいはい、まあ間抜けばっか、本当ですね。まあね、まあゼロアワだからさ、ね、正統派でいきゃいいんだよ別に、はい、相手がね汚い手使うから、うん、自分も汚い手使うんじゃなくて、はい、別に汚い手使って1位取ったってそれはもう結局チート行為なわけじゃん、はい、だったらもう正々堂々と戦っては、ね、敗北した方がかっこいいと思う俺は。はい、わかりました。うん、はい、またゼロワンがね、もう神奈川とか来ることがあったら、まあ、ぜひねまたコラボしたいし。はい、わかりました。俺はもう別に養分が金杯がっていう話は興味ないから俺。はい、あ、そうなんだぐらいだから。はい、わかりました。うん、まあね、ミュウツーって A 版になったの、はい、あれ。ミュウツーはもうあの無期限で。あ、そうなの。いや、要はあの警察のサメちゃんがもう配信切って01って言ったじゃないですか。ミュウツーずっとやり続けたんですよ。やってたやってたやってた。で、あれがやっぱ問題行為で、うん、あ、要するに、うん、確かにそれあれだよね、明るく言ってたんだよ、なんか。そうです、うん、警察の肉声でも垂れ流しって良くないんですよ。もう警察、はい、もうその配信に警察使ったら A 版みたいな。もうダメなんですよ、今厳しくて。ね、で、僕注意、でもよかったね、注意したんですけど、やめなかったんだ、あいつ閲覧、うん、目先の閲覧にとらわれて。バカだよね。はい、で俺言ったんだよ、警察に言われたんだよ、もう配信止めてって言ったら、じゃあ YOU の配信止めてねって言ったじゃん。はい、もうやめて、め、あの迷惑になっちゃうからっつって、お前ら素直に聞き入れたからバンじゃないのか。はい、ほんとバカだよね。そうですね。あ、そう、あいつ A 版なんだ今んとこみたいですね、アカラークも。まあまあしょうがないよな、自分がやったことだからな。はい、はい、まあだからね、またね、またコラボ、楽しいコラボやろうよ。わかりました。ね、ぜひね、はい、あの19日ちょっとお祝いに行きます、僕、復活枠。いいよ、来なくて、わざわざそんないいっすか、お金使って、はい、いい、大丈夫、大丈夫、その気持ちだけで嬉しいから。わ、はい、かりました。そんな、はい、そんなね、お金かかんだからリスナーさんのお金大切に使いなさい。はい、うん、あの、電話ありがとうございます、うん、あの、とんでもない、ちょっと養分になんか裏切られて、うんうん、昇進してたんでちょっと救われました。大丈夫だ、俺別にゼロワンのこと嫌いじゃないから、はい、むしろ好きだから、はい、うん、なんでゼロワンそんなことするのっていう考え方だから、はい、別に嫌いだったら嫌いで絡まなきゃいいんじゃないっていうね、考えだから、はい、うん、だから別に気にしなくていいんじゃない、そんなこと。はい、わかりました。まともな人は聞き入れないよ、その会話。はい、でミュウツーはだってあれ完全に気違いだから、みんな避けるわけじゃん。はい、でも別にゼロワン気違いじゃないから、はい、別に俺楽しいから、はい、別にそれはそれでまたコラボできたらいいなって思うだけだから。はい、そういうことよ。はい、わかりました。まあとりあえず、まあそんな考えないでよ。はい、ね、まあ、でも1位おめでとう。あ、ありがとうございますね、本当に、ね、リスナーさんに感謝するんだよ、ちゃんと。はい、ね、リスナーのおかげなんだから。そうですね、ね、本当そうです。うん、じゃあまあおじさんはもう寝るけど。あ、わかりました。眠くなっちゃった。あ、わかりました。おやすみ。おやすみなさい、ありがとうございます。これどうする？これ伊藤の電話。
慌てるんでしょ。